アプリで行われた Web3 のアンケート、2日間で終わったようです。はい、こんにちは。パイチューバーの八野誠でございます。今日もパイネットワークの情報をお伝えしていきます。1月6日にパイ Web3 サーベイ、ね、アンケートということで、アプリのトップ画面更新されました。はい、ね、ちょっと英語、日本語で見ていきますけれども、パイウェブ3調査ということで、パイオニアの皆さん、Web3 に関する以前の質問への回答を読んで、とても嬉しく思いました。Web3 に関するいくつかの質問がありますが、今回はその使用法に焦点を当てています。Web3 をタップして参加してくださいと、はい、いうことで、ここの Web3 というところですね、ここをタップすると、はい、こんな感じでね、画面が出てきて、まあ、英語なんでちょっと、わかりにくいんですけれども、まあ、ここでね、質問していて、それに対して、この下に、いろんな人が回答を書いてるので、その回答に賛同できる場合は、グッドボタン、ね、賛同しない場合は、バッドボタンを押してくださいと、まあ、そういう感じのアンケートスタイルになってますと、で、ちょっとね、日本語にしてみていきたいと思いますけれども、Web3 に関する以下の質問の一つ、複数または全てに回答してください。Web3 はあなたにとって役に立ちますか ?Web3 を使用している場合、参加の性質は何ですかあなたはアプリの最終消費者ですかアプリ開発者ですかインフルエンサーですか ?Web3 は何に使用しますか過去に Web3 製品を使用した方法をいくつか教えてください。どれくらいの頻度で Web3 製品を使用しますかということで、まあ、こういった質問に対してね、この下に皆さん自由に意見回答を記入したものがあってでそれに賛同するのであればねグッドボタンを押してっていう感じになってますでここに書いてないね回答についてはここの Add New リアクションということでコメントをね入力することで載ってない回答をね、皆さんの独自の意見を追加で入力することもできますと。で、まあ結構ね、多い順に並んでるんですけれども、一番上がですね、なんか削除されちゃったようで、なんかネガティブなことを書いてたんですかね。はい、パイオニアモデレーターによる、まあ、このメッセージは自動的に削除されましたと。で、ユーザーは自動的にグローバルにミュートされましたと。ね、で、記事一覧はこちらっていうところ、このヒアを押すと、まあ、ミュートされた、要はアカウントから弾き出された人ですね。まあ5、6人ですかね。はい、いたんですけれども、まあ、多分ネガティブなこととか、ちょっとこう、なんですかね、ふさわしくないような発言をした人は多分消されちゃったって感じなんですかね。はい、これがトップに来てますと。で、その下に、まあ、アンケートの回答ですね。Web3 は個々のユーザーを対象としていますと。独自の情報を所有し、財布を Web に統合する、量子金融の時代とか。私にとって Web3 は Pi のセキュリティに非常に役立ちますとか。まあ、こんな感じで、このね、質問に対しての回答がダーッと並んでますということで。で、このアンケートで結構長くやってるのかなと思ったら、なんとなんと今朝方ですね。はい。このね、ハッピーニューイヤーの画面ですね。1月2日の画面にまた戻されちゃいましたということで、まあ、強制的にアンケートが終了しちゃったようですと。で、ね、ある程度、まあ、コアチームの方で、まあ、必要な回答が得られたから、アンケートを終わらせちゃったのか、あまりにもね、こう、なんか、ネガティブな意見が多かったから、終了しちゃったのかっていうとかわからないんですけど、一応ね、グローバルのチャットとか見たんですけど、そういうなんか、アンケート締め切りますみたいなことも書いてなかったので、うん、ね、まさかこう、2日間で終わっちゃうなんて私も思ってなかったので、ね、動画を作り始めて、さあ、アップしようかと思ったら、いきなりこんな感じで、はい、トップ画面が変わってたので、まあ、どうしようかと思ったんですけど、まあ、一応ね、アンケートが行われていましたというね、結果報告ということで、はい、今回は動画を、はい、作成しましたと。はい。で、まあ、ついでなんですけれども、ここにですね、by2022 というボタンがね、追加されていて、こちらをタップすると、まあ、こんな画面が出てくると思います。ね、2022年に、まあ、あなたがね、パイネットワーク、どういうふうに、
使っていたかということですね。で、ここにですね、パイネットワークでマイニングした日付ですね、365日あるのに、まあ364ということで、一回ね、なんか、ネットワークが混んでて、マイニングできなかったのかな、なんかそういうのがあって、はい、私は一日、動かせなかった日がありますっていうのと、あとマイニングですね、2022年にマイニングした量と、あとはその、お友達を紹介した紹介者からのマイニングの量と、あと紹介者数ですね。これは去年1年間の紹介者数がここに出てると思います。はい。で、一番下にはね、パイネットワークに参加してから何日経ちましたということで、まあ私はね、2020年の8月30日だったかな、から始めたので、はい、もうね、860日経ってますということで、ね、多分ここが1000日くらいにならないと、ね、上場しないのかななんて勝手に思ってますけれども、はい、ということなので、まあね、あの参考までにこのボタンを押したらこういう表示が出ますよということで、はい、共有しました。あとですね、私のパイネットワークのチャットの方にね、あの相変わらずこう KYC の質問が来るんですけれども、まあ、基本的に私の動画を見ていただいている方であればね、 KYC についての状況とかは把握なさってってると思うんですけども、まあ、やっぱりね、あの新しく始めた人とか結構やっぱ KYC かなり気になってるみたいなので、またねいつものように KYC についての情報をお伝えしていきたいと思いますけれども、タイムリーにですね、海外のねグローバルチャットの方で、まあ、やっぱり向こうの方でも KYC 気になってるみたいで、結構 KYC の質問とそれに対してのねモデレーターさんからの回答が載ってますということで紹介します。はい、まずね KYC の資格ですけれども、パイブラウザーから手動で KYC を実行しようとしないでくださいとね。KYC 招待はランダムコールですとね。ランダムで抽選で行われてますと。新しいマイニングセッションが開始されると、ホーム画面のパイネットワークアプリにポップアップメッセージとして表示されますということで、1日1回ですね、マイニングボタンを押した時にね、ポップアップで出ますということなので、ね、ポップアップ出なければまだKYC 当選してないんだなと思っていただければと思います。次のようなメッセージが表示されますと、これで KYC プロセスの資格が得られました。 PyKYC アプリは選択した一連のパイオニアへの早期アクセスで利用できるようになりました。本人確認 KYC の申請に選ばれました。 Py ブラウザーをインストールし、 Py ブラウザーページからサインインします。 Py ブラウザーで KYC Py に移動します。KYC 申請書を提出すると。で、新しく作成されたアカウントは30日が経過するまですぐに KYC 検証を申請することができませんとね。新規登録者は1ヶ月間待たないと KYC ね、申請できません。申請できませんっていうか、そもそもね、抽選が来ないということですね。はい。これによりネットワークはボットや偽のアカウントがスパムを送信して KYC プロセスを悪用する能力を制限し、本物の人間のパイオニアのために KYC 検証リソースを優先することができますと。KYC の招待状を受け取っていない人は辛抱強く KYC を確認するチャンスがありますということなので、だからね、ポップアップが出るまではね、もうジタバタしないで、とにかく辛抱強くお待ちくださいと、はい、いうことです。KYC とアプリケーションプロセスの詳細については、パイネットワークの KYC 情報に関するリンクをチェックし、ビデオプラスを参照してくださいということでね、あの、パイの運営側の方にもね、YouTube とかにも、KYC の申請方法とか載ってますし、ホームページとかね、まあそういったパイネットワーク関連の運営のね、公式の、ブログとか、まあそういったところにもね、KYC の情報載ってますし、私の動画の方でも、はい、いくつかね、発信してますので、まあそういったものを参照して、はい、ね、お待ちください、対処してくださいということだと思います。はい、そしてもう一つですね、KYC 長期期間保留される理由ということでね、まあこういうところに気をつければすぐにKYC が通るんじゃないかということで、はい、参考にね、なればと思います。間違った ID を提出する、アップロードした ID があなたの地域の ID カードのリストにない場合 KYC は合格しませんと。間違った ID の選択、選択したタイプとは異なる別の ID をアップロードすると有効であっても KYC は渡されません。例えば国際パスポートを選択し運転免許証をアップロードしました。
また常に元のドキュメントの画像をキャプチャーするようにしてください。ゼロックスは動かないと、ね、コピーしたものだとダメですよってことですね。不完全な情報、あなたの ID には2つの情報があり、一方の情報しかアップロードされていないとします。またはデータの不一致、名前の不一致、 ID の名前が Pi アプリの名前と一致しない場合、あなたの KYC は合格しません。氏名の訂正を申請します。軽微な修正のみ受け付けますということで、ね、パイネットワークに登録してある名前と証明書の名前が違う場合は、まずはね、名前を修正してくださいってことですね。特に名字が変わってしまった人とかはね、はい、変更修正が必要だと思います。ぼやけた ID、不鮮明な写真、写真を撮っているときに ID がぼやけている場合、または顔のキャプチャーが十分にはっきりしていない場合、あなたの KYC は合格しません。申請書を再提出して正しいことを行う機会が得られたときは、この点に注意してくださいと、はい、いうことで、まあ、こういったところを注意すれば KYC 通りやすくなりますよということですかね。はい。で、KYC に関する動画ですね、結構過去にね、いくつか出してますので、はい、こちらも合わせてね、見ていただければと思います。まずはね、これ KYC の進捗状況ということで、まあ、コアチーム運営の方でね、まあ、こういう状況ですというものをね、去年の年末ですかね、はい、発表したので、それを、はい、解説した動画になります。はい。で、こちらもですね、KYC、待つしかないんですかっていう質問が多かったので、まあ、待つしかないんですよという回答動画になりますけれども、まあ、この中でね、特に日本の方、やっぱりね、パスポート所有者が、まあ、日本国民3割くらいって言われてるんですけれども、パスポートだとすぐに通りますと、で、免許証だとかなり時間がかかりますよということで、まあ、もちろんね、免許証で通ってる人もいるにはいるんですけれども、まあ、圧倒的にね、日本人のパスポートで KYC 通過する人ってかなり少ないですよと。パスポートが、まあ、一番通りやすいし、あとマイナンバーカードもね、なんか通りやすいという報告が結構ありますので、なのでなるべく免許証はね、使わない、他のパスポートとかマイナンバーカード使えるんであればそちらを使った方が通りやすいですよというお話ですね。はい。で、最後ですね、まあ、PyTube は2周年ということで、KYC に関しての、はい、私のね、意見とか考えとかを発信してますので、まあ、こちらもね、合わせて、はい、見ていただければと思います。まあ、ね、ここで紹介した3つの動画を見れば、まあ、KYC がどういう状況で、まあ、この後自分はどうすればいいかっていうのがね、わかると思いますので、ぜひね、KYC 気になっている方は、このね、3つの動画を見ていただければと思います。はい。そして最後にですね、ちょっとね、私もこれ気になったので共有したいと思います。メインネットへの移行後に Pi を販売するにはどうすればよいですか？暗号化アプリにリストされていますか？というね、質問に対しての回答ですね。Pi は商品やサービスと交換できるようになりましたが、法定通貨やその他の暗号通貨コインと交換することはできませんということで、ね、今、クローズドネットワークね、の中で、一部の国では商品とね、 KYC 取った人が商品とサービスと交換できるようになりましたけれども、まあ、暗号通貨とか法定通貨と、まあ、交換することはできませんと。なんでかっていうと、その閉じられた今ね、ネットワークでやってるので外部に、出金とかできませんよと、外部から入金とかもできませんよということなので、まだね、こういった暗号通貨、法定通貨と交換することはできませんと。で、KYC が終わると、コアチームは Pi 環境アプリに専念できますと。そのため、今のところウェブサイトやショップなどはなく、P2P のみですと。パイオニア対パイオニア。法定通貨の現在の価値はまだゼロですということで、まあ、上場してないからゼロですよっていうことですね。まあ、去年の年末にですね、フォビーとかね、XT.com とか6カ所くらいの暗号通貨取引所で、まあ、Pi 上場というね、まあ、お話があったんですけれども、あれはですね、もう取引所が勝手にね、やっていることで、まあ、Pi がね、オープンメインネットになった時に、まあ、本物の Pi と交換する権利みたいなものを、まあ、なんだろう、販売っていうかね、売り出しているようなものなので、本当にちゃんとね、暗号通貨取引所が交換に応じてくれるかどうかっていうのは本当にわからないので、はい、一応コアチームね、運営の方からは、まあ、承認してないことなので、
なんかそういうものにはね手を出さない方がいいですよということはね公表していますと。まあ、ただね、あのトレード目的で、まあ、安く買って高く売ると、まあ、そういう目的であれば、まあ、やってもいいのかなと、ね、ただパイが欲しくて、まあ、そういった、ね、去年の年末に上場したところで購入してということは、ね、しないようにしてくださいと。パイは、ね、今のところマイニングでしか入手できないので、ね、売買で入手するものではないので、そこだけ、ね、注意していただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。元祖無料マイニングアプリ、パイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し、上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。コアマイニング。日本では全然知られていないですが、2022年9月時点でユーザー数8000万人超えの世界一の暗号通貨コミュニティです。ビットコインとイーサリアムのいいとこ取りしたブロックチェーンです。アプリでマイニングできるのは2022年12月12日までなので、今すぐマイニングを始めてください。日常生活で移動するだけで素敵な特典をゲットできる ANA ポケットです。たまったポイントでクーポンに交換したり、ガチャに挑戦することができます。ガチャの特典には ANA 航空券やマイルやスカイコインがあります。移動した距離と移動手段に応じて稼げる Move to Earn アプリ、マイルズです。毎日の移動や通勤通学でマイルを貯めて、たまったマイルを使って協賛企業の特典をゲットできます。広告視聴の必要がないのも嬉しいです。歩いてマイルを貯めて T ポイントに交換できるアプリ、 T ヘルスケアです。簡単なクイズや T ポイント加盟店にチェックインでマイルが貯まります。面倒な広告を見なくてもポイントが貯められる8のおすすめウォークトゥーアンアプリです。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリ、スウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩く、水分補給、瞑想、睡眠などの健康課題を完了することで暗号通貨を獲得できる Move to Earn アプリ、パムルです。 iPhone のヘルスケアや Google Fit と連携しているので、他の Move to Earn アプリと併用して暗号通貨を稼ぐことができます。歩いて稼いだポイントでギフト券がもらえる Walk to Earn アプリ、ステッパーです。他の Walk to Earn アプリに比べて広告が少ないのでポイント回収しやすいおすすめのアプリです。毎日の身体活動、ウォーキングとランニングをゲーム化し、より健康的なライフスタイルを簡単かつ楽しく維持できるようにする Web3 ウォーキングアプリ、ウォーケンです。完全無料で稼ぐのは難しい可能性がありますが、キャラクターを育ててバトルを楽しむアプリとして遊んでみてください。アルコイン。移動するだけでコインやポイントがもらえるので、ウォーキングや散歩、ダイエットの習慣づけ、健康管理、ヘルスケアに効果的です。アルコインは歩いてポイントを貯めて、貯まったコインをいろんなペイと変えられる無料の歩数計ポイ活アプリです。歩いて稼ぐウォークトゥーアンアプリの第5弾はアルコです。歩く以外にもビットコインやイーサリアムの価格予想で稼いだり、ミニゲームでも稼げます。ヘルスケアアプリと歩数連携しているので、他のアプリと合わせて稼ぐことができます。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリ、コインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。ビットウォーク。毎日歩くだけでビットコインが貯まるムーブトゥーアンアプリです。広告動画を見て5倍のビットコインを稼いだり、ビットコイン価格を予想して稼ぐ、ガチャで稼ぐこともできます。招待リンクからの登録で100回分報酬を2倍で受け取れます。日本人の10人に1人が使っている移動するだけでポイントが貯まる超簡単ポイ活アプリ、トリマです。
位置情報と歩数データ両方の移動にそれぞれポイントがつきます。移動以外でもポイントを稼ぐことができるアプリです。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリアグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアーン、ムーブトゥーアーンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ。2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや B ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシーオピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。無料でビットコインがアーニングできるアプリエンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。
ゲームをすることでお金が稼げるアプリ、マネーウェルです。以前は放置しても稼げたようですが、最近はタスク完了やゲームで一定のレベルに到達しないとポイントが稼げなくなっているようです。ゲームをやる方であればついでに稼げると思います。2018年から運営している本家寺サイトで無料フォセットとしては業界最高報酬の BS スピンです。20分ごとに無料でビットコインをもらうことができ、1日最大2160サトシをゲットできます。無料で仮想通貨ソラナが稼げるフォセットサイトを紹介します。フリーソラナと運営元が同じ姉妹サイトでビットコインBNB コインも稼ぐことができます。無料で暗号通貨がもらえるフォーセットサイトの20番目のコインは BFG トークンです。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の BFG トークンがもらえます。 BFG トークンをベッドフューリーでステーキングすれば、さらに暗号通貨を増やすことができます。姉妹サイトで全部で20種類の暗号通貨がもらえるので、全部登録しましょう。2023年はライトコインが来るかもしれないということで、ライトコインのフォーセットを集めてみました。ライトコインは国内の取引所で直接日本円に交換が可能なので、たくさんのフォーセットから無料でもらいまくりましょう。新しいフォーセットサイト、フリー LTC の登録方法を解説します。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。独自のポイントダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要高いコインです。トラストパイロットで4つ星以上を獲得しているビットコイン専用のフォーセットサイトを3つ紹介します。15分ごとにビットコインを無料でもらうことができます。5分ごとにスロットを回して暗号通貨をもらうことができるフォーセットサイトを一気に3つ紹介します。短時間で一気に作業したい方、とにかくたくさんのフォーセットサイトで稼ぎたい方におすすめです。マイクロペイメントに対応したマルチカレンシーウェブサイトウォレット、フォーセットペイです。多くのフォーセットサイトと提携しており、フォーセットペイへの出金の場合、最低出金額が低く手数料をゼロに抑えることができます。フォーセットクリプト .com、 無料でコインを獲得して17種類の暗号通貨で出金が可能なフォーセットサイトです。30分ごとにクレーム請求したり、デイリーボーナスやレベルボーナスでコイン獲得数を高めることもできます。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。日本語対応している本家寺サイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ベッドフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター、2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。
2016年から続いているフォーセットサイトです。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイトコインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイトファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。ハニーゲインに続く無料で稼げる不労所得アプリポーンズアップです。機種変した古いスマホでも十分に稼げるので個人情報が気になる方でも取り組めます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザークリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。自動的にお金を稼ぐウェブサイトマイニングアプリスエルディートです。家を購入し毎日ワンタップでコインを稼ぎ暗号通貨と交換できます。自動的にお金を稼ぐウェブマイニングアプリアイドルバンクです。1日1回ワンタップで実際のお金と交換可能なコインを生成する仮想銀行を開くことができます。1日1回アイスクリームマシンを起動して暗号通貨を稼ぐクリームゲームです。アプリのダウンロードは必要なくウェブサイトでマイニングするフォーセットサイトです。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。